進行構成におすすめの文房具。やっぱり野原工芸。書いてて心地がいいし、自分が勉強したというのが形として残る。個人的にユニのクルトワが KS モデルとメタルシンケースが気に入っています。特に中学生時代からシャーペン好きなら、一度原点に戻ってみるといいのが見つかるかも。文房具ハマっている人には、ナミー2000、多色ボール。ハマってない人には、書き味抜群のカーベコスペシャル。どちらも高校生というお金を持っている前提。最近買ったパーカーのジョッターコアラインシャーペンが結構良かったな。見た目がシンプルでかっこいいし、形状のおかげで持ちやすくてかなり書きやすい。ノック感も良き。学校で iPad 支給されるから、Apple Pencil かな。最近はどのペンよりも使用頻度高い。名前の癖強すぎん。やっぱ安定を求めるなら、オレンズシリーズのどれかは欲しい。個人的には、お金ない人にはメタルグリップ。ちょっと余裕ある人にはネロがおすすめ。ルーズリーフをまとめるペーパーファスナー。手軽で使い勝手がいいよ。ほう、ロットリング600ですか。大したものですね。ロットリングは極めて書き心地の効率がいいらしく、レース直前、オレンズネロ。バイト頑張ってね。レグの2500円の方のモデル。かっこいいし、経年変化もして愛着が湧く。あと、パイロットの4+1ウッド。ボールペンもアクロインキで書きやすいし、グリップに木を使ってるから、経年変化も楽しむことができる。S20、書きやすい、書き味がいい。おしゃれ、木軸で安い、持ちやすい。短所なくて長所だけの紙シャーペン。S20 かケリーだね。とても書き心地がいい。S20 よりレグノの方が好き。製図用シャーペンはガイドパイプが折れやすいから、折れた時絶望する。そして、今回の最優秀リップはこちら。シャーペンでおすすめじゃないものはない。さあ、自分で道を開くのさ。3年間で推しが見つかるといいな。